わり水カビは乾燥耐性の高い水中性の真菌であり、鉱膜のお門門、わり水カビ族に属する生物の総称である。わり水カビは主に水中で生活をしており、植物や動物遺体の栄養を吸収する生き物である。白っぽい菌糸を新調させる水カビ類によく似るが、成熟したわり水カビのコロニーでは、黄土色の休眠法指脳が見えることで、区別できる。 特異的な生活感を持ち、同型の配偶体と放子体で、世代交代を行う種が存在する。服装世代は、近海では、非常に珍しく鉱膜の大門でのみ知られる。なお、同じような世代交代は、緑藻類や、滑藻類の一部でも見られる。代わり水カビは、休眠放子脳の乾燥及び、高温耐性が高く、乾燥状態で30年間生存し、60度で、 数時間置いても生存する。世界で約9種類が知られている。a イジョベネカスは a a アービュー o u k i a r a び a イマクリジニスの雑種であるとする研究がある。a n a マラスの一部についても雑誌である可能性が指摘されている。日本では以下の3種類が報告されている。菌止体は明瞭なに差分子を行い、所々に核壁が入る。この菌止の特徴から、 水かび類と見分けることが可能である。菌糸の先端には、有送指納、休眠法指納、配偶指納をつける。休眠法指納は、黄土色で見えやすく、他の菌類との簡易な区別に用いることができる。菌糸は限定成長で、無限に伸びることはない。気質の中へ、過根状の菌糸が伸びて、栄養吸収を行う。なお、酵膜の菌目においては、 金糸が枝分かりするのはこの属のみである。放子体は 2N 世代の金糸体であり、金糸の先端に仮軸状に郵送指能と休眠法子能を作る。郵送指能は透明で、金糸よりやや膨らんだ形をしており、2N の郵送指が形成されて放出される。休眠法子能は、黄土色、または焦げ茶っぽい色をしており、いくつかの種では、発芽時に、 減数分裂が行われるステージである。成熟した、休眠胞子脳は、乾燥条件下に置かれた後に水分を与えられる、ことで発芽し、配偶子または 2N の有層子を放出する。配偶体は、N 世代の禁止体であり、変わり水カビ族のうち、ユーアロミケスア族のみが、生活感の一部でこの形になる。配偶体は、胞子体とほぼ同様の禁止体であり、 菌子の先端には大きく無色の姿勢配偶指脳、小さく、大々色になる、優勢配偶子脳をつける。姿勢配偶子脳からは、姿勢配偶子、優勢配偶脳からは、優勢配偶子が放出される。姿勢配偶子は、優勢配偶子より2倍ほど大きい。優勢配偶脳の色はカロジンによってもたらされる。二つの配偶子脳は二つ一組に形成され、大きさの比。 配置は種によって異なる。A マクリジニスは、有性配偶指能の有送手法室が15から20分ほど遅れる姿勢戦熟であり、他個体由来の配偶指と接合する可能性を高めている。代わり水ビ族は、後方一本弁毛の有送子を持つ弁毛菌類であり、バトラーがインドの河川において分離したアロミセスアーバスキアラスが最初の学術的記載である。 従来は、ボーフラ金属、コロモミセス、フィソデルマ属ファザダーマ、鉱膜脳金属ブラスタクラディア、ブラストクラディエラ属ブラストリデジェラ等と共に、ツボカビモンに分類されていたが、近年の分子系統解析という創始の微細構造の観察により、これらの生物は鉱膜脳金モンとして新たに提唱された。生活観の3つの型によって属以下の分類が行われており、 亜族あるいは不死として扱う。配偶体を伴う世代交代がある種をユーアロミケス亜族に含める。生活観のうちに配偶体を持たない種はシストゲネス亜族とブラキアロミケス亜族に分類される。ただしこれは必ずしも系統を反映しない。ユーアロミケス亜族、編集ユーアロミケス亜族に含められるのは以下の3種である。ただし A ジョベネカスは A マクリジニスと A アーバスキアラスの雑種であるとする研究例がある。ユーアロミセスア族のものは N 世代の配偶体とに n 世代の胞子体、2通りの菌子体を持つ。胞子体において成熟した休眠胞子脳は乾燥条件下に置かれた後に水分を与えられることで発芽し N の有層子を放出する。配偶子は気質に接着することで発芽し配偶体を形成する。 配偶体は、死有の配偶子脳を形成し、死性配偶子と有性配偶子が接合することで 2n の有層子が作られる。2n の有層子は気質に接着することで発芽し、胞子体を形成する。また胞子体では、有層子脳も形成され、そこから放出された有層子は、再度胞子体を形成する。シストゲネスア族。 編集シストゲネスア族に分類されるのは以下の2種が代表的である。シストゲネスア族は生活間のうちに配偶体を持たず 2N 世代の胞子体のみを持つ。胞子体の形状はユーアロミケスア族と同じであり、有層子能と休眠胞子脳を形成する。休眠胞子脳では減数分裂が行われ30個ものアメーバ状の細胞が放出される。 アメーバ状細胞はアニ覚醒であり、後端に日本弁毛を持つことがある。それらは短時間で非脳し、被膜胞子となり、数時間後には4個の有層子が出てくる。これらの有層子は同型配偶子として振る舞い、接合すると2弁毛を持つ接合子となり、基質に付着すると発芽して新たな胞子体を形成する。シストゲネスア族では N 世代は被膜胞子と 同系配偶種である。ブラキアロミケスア族、編集ブラキアロミケスア族に分類されるのは以下の一種である。ブラキアロミケスア族は、生活間のうちに配偶体を持たず、2N 世代の放子体のみを持つ。放子体の形状は、ユーアロミケスア族と同じであり、有送指能と休眠法指能を形成する。休眠法指能中から生じた。 有層子が基質に付着すると放脂体を形成する。ブラキアロミケスア族は不完全な有アロミケスア族とされる。細胞学的な研究によると、休眠放脂脳中で原数分裂に失敗し有層子が 2n になっているものと、休眠放脂脳で原数分裂が行われた後に放出された n の有層子がアポミクシスを起こし、2n の放脂体を再形成するというものがある。 エーナマラスの休眠法指能を薄いリン酸水素にカリウム水溶液中で発芽させると、わずかな割合で、エーアービュー重機アラス及びエーマクリジニス様の配偶体に発達する有層子が作られたとする研究例があり、ユーアロミケスア族同士の雑種が染色体対合の失敗によって原数分裂を行いなくなったものだという仮説がある。ユーアロミケスア族は、新菌では、 非常に珍しい核層の抗体を伴う世代抗体を行う生物である。その他には同じ鉱膜脳筋モンボウフラ金属が同様の世代抗体を行うことが知られている。出芽酵母には通常の単層の細胞だけでなく複層の細胞が出芽する例も知られているが、形態的な文化は全く見られない。同様の世代抗体は陸上植物では一般的であり、 草類にも多くの例が見られる。死性配偶死脳及び死性配偶死はシレニンというフェロモンによって優生配偶死を誘引することが分かっている。死性配偶死は配偶死脳から放出後もあまりは慣れずゆっくりと遊泳することでシレニンの濃度勾配を作り接合の機械の増大をもたらしていると考えられている。他方、優生配偶死もパリシンというフェロモンを分泌する。 代わり水カビは光需要に関連する物質、ロドプシンを産生する遺伝子を持つことで知られる。光需要は有層子や菌体が水面付近を目指すために必要であると考えられる。水中性の生物ではあるが、すぐに干上がるような環境からよく分離される。例として水田や水田の側溝、池の周囲の乾いた土、水たまりが乾燥した後の土、 緩やかな川岸などから分離できる。乾いたグラウンドから分離されたこともある。通常の水圏では水かび類が優勢であるが乾燥することがある水辺では休眠法指導の乾燥体制によってよく生息しているようである。分離には釣り絵法を用いるのが一般的である。アイスカップやシャーレ等に適量の土壌飼料を入れ水道水や池の水を投入後。 しばらく置いてからごま、朝のみ、イカ等を基質として投入する。1日、数日後には、特徴的な二差分子を伴う太い菌子を、基質から成長させる。ありがとうございます。